福州市の衛星画像19世紀後半の福州市の様子金山寺大工区の夜景51広場福州市は中華人民共和国福立省の省都である。洋城とも称される歴史の古い町で国家歴史文化名城に指定されている。民進台には琉球館が設置され琉球王国との交易指定校であった。 ブイ山に源を発する貧乏下流に位置する港湾都市である。中国語で洋樹というガジュマロの大木が地域に多数あることから洋女とも呼ばれている。復讐の女性。19世紀新石器時代からこの地に住む神の領域で、戦国時代中期に古氏が蘇に滅ぼされ、越人が多く地に流入し、古氏と呼ばれるようになった。紀元前220年に、 古史を征服した、旗の史皇帝はこの地に、中軍を設置した。新末、軍友が拡挙すると、越王無諸が反乱を起こし、後に、流邦に属した。このため、無諸は菅によって、越王に封じられ、東野はその都となった。進むには、県安軍の軍城となり、当の開元十三年に、復州と特府が設置されて、復州の名が固まった。 東松には王新地が国を建国して復讐に都した。五代十国の一つである。この国は海外貿易などで大いに発展し、応園一しの時期には大国と合し復讐を長楽府と解消した。925年に王新地が死んだ後は内紛が続いた。僧には福州に復讐に福祉、獅子が置かれた。元に、 復建行中書章が設置され、最初は先週、間もなく、復州に長官が駐在した。民には、復州に、四白氏が置かれ、長公国である、琉球王国の指定入港地となり、琉球館が置かれている。民末には、南明の都が置かれたこともある。民進時代には復州は、復府地として、復建の中心であった。 アヘン戦争後の南京条約で復讐は、対外開港し、茶の輸出などで発展した。倉山には、多くの外国領事館が置かれた。近代の復権は、佐相当によって、復讐船政局、船政学堂が置かれたこともあって、北洋艦隊、復権艦隊に、人材や艦船を多数送り込んだ。神仏戦争の馬工海戦では、フランス海軍の攻撃を受けたが、 再建された須造船が近代造船業の発祥地となり、中華民国海軍や中国人民、解放軍海軍にも大きな役割を担った。1984年対外開放地区に指定され、同時に国家歴史文化名城にも指定された。2006年現在では経済開発区に指定されている。6市かつ区1県一級市6県を管轄する。 復習市、高専区、高専区復習市都心部の円形復習駅、復習バス51線国公立、大学私立大学復習では、北京語以外に、復習語が話されている。復習語は、東語グループに属する言語で、東語の主流言語で、約5 0トル離れた複製紙の方言とかなり、似ている。また、歴史的に、復習市は、 家境の排出地であるために、マレーシア、インドネシア、シンガポール、アメリカ、カナダ、日本などに、多数の和射が存在する。連栄県には、南京軍区に属する第31集団軍第86、師団司令部が置かれ、副集港は、連ハに司令部を置く中国東海艦隊の重要な基地である。 福州市郊外にある岩山で2002年に国家重点風景名商区に指定された。石段が整備され市民のハイキングコースとして人気があり、山腹までリフトも引かれている。リフトの終点から10分程度歩くと全国重点保護単位に指定された鈴見山間街石穀がある。これは岩肌に南無阿弥陀仏、色足絶空。 ただたといった大国を掘り込んだもので400以上の大国がいろいろな書体で掘り込まれている。さらに5分ほど進み、小さな広場を過ぎて少し下ると、標高455メートルのところに州、復讐後、大禅寺の一つ、優先寺がある。中国旧大森林公園の一つ。復讐思考外に立地する広大な公園。 園内は緑に囲まれ、鳥五輪という有料で鳥が見られる、施設、宿泊施設や、事例千年と言われる大木、鯉が、たくさん戯れる池などが点在。887年創建。復讐後、大善寺の一つで、もともと、長慶寺と呼ばれた。復讐成功にある、遺産の永近里に位置しており、天皇殿、大友宝殿、宝堂、 増強格など見どころが多い。復讐氏は17都市と友好上司関係を4都市と友好交流関係を結んでいる。ありがとうございます。